はい、皆さんこんにちは、ちでございます。カエルもやりましょうね。さあ今回はね、ちょっと胸クソグロがある、パートになりますね。暗殺ギルドの話になりますね。もう一度この方聞いてみましょう。ちょっと飛ばしますよ。こんな袋をかぶされていなかったら、あ、お前は誰ですか。言わないんだ。まあ一番悪いのはこの人だね。自ら言ったんでね。まあ、何が問題にせよ、運命人らしく話し合いで解決しようじゃないか。なじゃあね、もう私のお得意のスリできんの。あ、できないね。こっちじゃなくてちょっとやっつけますんでね。魔法使える。魔法は頼んでないぞ、ね、もう魔法はいいから。あら、あなたは、あら、あなたも、あの人に当てたらやばいよね。こっち、あ、いない。あ、いる。もう一回話してみる。気になって仕方ないわ。誰の仕事、あなたはどう。いや、まあね、明らかに悪いのはこの人だから。ちょっとこの人で、もしもし。いや、聞こえていたか。よいしょ、やりますね。同族だけどごめんなさい。よいしょ。はい、ホルの一人と。一体どうしたの。ホルの一人を。ちょっと何やってるの。お、卑怯者、女を家からさらうなんて。はい、アストリッドさん、もうこれ出れないんでね。結局ね、やっつけないとここから出れないんで、あとこの人を倒すかかな。まあでも大馬ちゃん欲しいしね。あの狡猾なカジート、敵がいないわけがないわ。あなたが選ぶのも当然ね。え、誰なんだ、誰からの契約なんだ。殺せと言われたから殺した。誰なんだ、誰からの契約なんだ。これ聞いてみましょうか。やめなさい、わからないの。罪悪感、潔白、善悪、そんなものは無意味よ。重要なのは、私があなたに命令し、あなたは従ったということ。うん、さて、言ってもいいかな？もちろんよ。これで借りはすべてなし。これが小屋の鍵よ。でも、これで関係はおしまい？そんなのもったいないわ。私の家族の一員として、あなたを正式に迎え入れたいわ。闇の一棟へ。スカイリムの南西のパインフォレストに聖域への入り口があるわ。街道の真下の人目につかないところにね。黒い扉のところでこの暗号を使って、沈黙せよ我が同胞。これで中に入れるわ。あなたの新しい人生の始まりよ。それじゃ我が家で会いましょう。はい、闇の一棟の聖域に入るね。ちなみにですね、これ、あの馬車が壊れて、やーやー言ってたね、ホワイトランの近くで言った人が絡んでくるんです。今の人、アストリッドだったね、名前が。あれ、ちょっと覚えてないな、似たような名前だったと思うんだけどね。まあいいや、ガラムジェイのクエストの最中に、ああいう始まり方するとはね、まあ、いわば、グレロッドをやっつけた時に、やっつけた後、止まっちゃうと、寝泊まりしちゃうと起きるんだよね。で、ここはどこっていうところで、まあ言うて、拉致られてるんですよね。全然違う場所に来てます、実は。ね、こんな場所に来てます。てか、私は、ここにいたんだよね。ここの、ここかな？ここからこちらまで連れてこられてるんで、あとは、まずは私はガラムジェイじゃないわ。あそこに行くべきだね。ウィンターホールド要塞を奪還する。あ、そっか。これもまだあんだよね。その前に、やっぱりこっちを片付けときましょうか。盗賊ギルドをね。はい、いけない。敵が近くにいるかな。あい、近くにいるんだね。誰、敵が近くにいるからファーストドリップできないって言われたよね。よいしょ。ということは寝れるね。寝れるんだったら、あ、でもなんか向こうに見えてるからちょっと見に行きましょうか。あ、いい天気になったね。
まあ、ちなみに今台風がね近寄ってってきてますよね。よっこいしちゃった。お、ホタルだ。はい、もうここから行けるかな。あ、じゃあここからも、あ、っていうかこれが何なのかを見定めてからでも遅かないですかね。っていうか何もなかったかね。何もなかったね。さあ、じゃあ行きましょう。メルセルと話をねしないといけなくなりました。盗賊ギルド、はい。女性の名前が出てきましたよね。カーリア、カーリアさんだよね。さあ、彼女が一体何者なのかね。そんな感じ。あ、あとね、この闇の糸っていうのはね、オブリビオンでもあるんです、暗殺ギルドとしてね。オブリビオンではギルドって言ってましたけど、スカイリムではあんまりギルドと言わないんだよね。ただまあ暗殺ギルドはね、すんごい、あのオブリビオンの方、暗殺ギルドの方がね結構えげつなかったですね。よいしょ。さて、もうオブリビオンもパート200、あ、オブリビオンじゃないわ、スカイリムもねパート210を超えたみたいですよ。300いくんでしょうね。さあ、誰と会話すればいいんだろう。いや、あなた近寄らないで、話長いから。あ、今ブルニョリフですね。で、まずメルセルと会話することになりますね。ガラムエイは買い手に関して何か書いてある。はい、やった。彼はゴールデングローがカーリアに買われたと言っていた。 なんだと。そんなバカな。その名前はほとんど忘れかけてたんだぞ。これは本当に重大な知らせだ。彼女とはもう絶対会いたくないと思ってたんだが。うん、ガラムエは彼女が人殺しだったと言っていた。カーリアはこのギルドにとって大事なものを全部ぶっ壊したんだ。俺の前任者を冷酷に殺し、ギルドを裏切った女なんだよ。彼女の犯行を知って何ヶ月もかけて行方を追ったんだ。だが奴はどこかに消えちまった。うん、なぜ彼女は戻ってきたんだ。カーリアは相棒みたいな存在だった。悪さをするときはいつも一緒だったし、お互いを常に助け合っていた。彼女の手口や腕前を知っているのは俺だ。だから俺を殺せばもう誰も奴を捕まえられないだろう。彼女の居場所が分かれば。うん、ガラムエイによれば終わりが始まった場所にいると言っていた。それが意味する場所は一つしかない。彼女がガルスを殺したあの場所、雪とばりの聖域という遺跡のことだ。彼女がまた消える前に我々がそこへ行こう。うん、我々？そうだ、お前も一緒に来てくれ。二人で協力して彼女を始末するんだ。これはソリチュードでの仕事の報酬だ。準備ができたら遺跡で落ち合おう。急いでくれ。グズグズしてたら彼女に逃げられる。うん、ならず者の愚行ね。そうだ、結婚イベントもあったよね。ちょっとブルニョリっときたかったんだけど、ブルニョリフがいないね。あら、あ、これブルニョリフかな。そしてする気もないわ。ニルインさん、大切にしているの。大勢の者たちが監視している人だね。さあ、じゃあね、とりあえず売れるものを売って身を軽くしましょうか。こっちだったかな。あ、違うね、こっちかな。あ、こっちだね。よいしょ。あ、あっち、あらら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 、ラクドフラグ、あ、これでいいかな。カーリアさんをやっつけようということですね。よいしょ。で、こっちだね。あら、あ、こっちか。で、こっちか。で、ちょっと売らないと。売るのはあの人だね。この人は盗品も買ってくれるんで、
ほら、トリニエさん、ここにもだいぶ慣れてきたようだね。さあね、ギルドの防具を一つ交換するはずだけど、どれだい？そんな話になってたっけ？何か違うのか？もちろんさ、出なければ報酬にならないだろ。さっきの報酬になんだね。新しい方には古い方よりも技能を向上させる効果がある。本当さ。さあ、ちょっと待ってね。じゃあね。多分鎧がいいんだろうけど、どういう内容だったかな。トードギルドのフード、売買の価格、スリの成功率、会場の難易度。あ、そうか、鎧は持ち運び、あ、鎧がやっぱいいね。持ち運べるの多い方がいいね。はい、もちろんさ、新しい方には古い方よりも技能を向上させ、いいんですか？一旦交換したら取り返せませんよ。割引価格で売りたいなら別ですけどね。あ、いいですよ。あ、確かだ。さあどうぞ。はい、で、何がどれだけ変わったのかなと。お、35% 上がりましたよ。これね、一択しかできないんですよね。小さな我が家へようこそ。はい、ガラクタだって言う人もいるけど、私は宝物って呼んでるの。トリニアさんよりも私のものを売らないとね。だが、この人ってね、何でも売れます。ちなみにね。盗品でも買い取ってくれるので、はい、鉄のだがね。援助、いろいろ買ってもらえるんだけど、先に怪獣ができるか試したいね。あ、これ売っていいんだね。スリの成功率、あ、これはいいですね。これ売っちゃダメ。あ、盾ね。あ、歴耐性、これ私が改造したやつかな。あ、多分そうだね。 6% だからね。で、運搬の首飾り、あ、これもちょっと潰せるかどうか見ないとね。よいしょ。はい、魔法の指輪、体力が20ポイント。私、こんな指輪はめてんのかい？じゃあ、薬ね。治癒、腕力、魔力、透明化、透明化。魔力いっぱい持ってんだね。もう小さいのはいらないですね。極限、台もいらないよね。きっと台でも私、大して上がんないから。腕力。腕力ね。なんかな。で、巻物、ジェイザルゴ、食べ物、アルトワイン。アルトワイン2つ持ってんだね。まあ、ちょっとワインはね、クエスト引っ張ってる可能性あるんで、クエスト引っ張ってたら売れないはずなんだけどね。まあ、じゃあこんなもんで。また今度。結構私いっぱい持ってるんでね、とりあえず一度。あ、ラットウェイは間違いだね、これ。あらー。あ、いや、間違いでないか。とりあえずね、一度、間違えてるわ。ごめんなさい。一度ね、ホワイトランの方に向かいましょうか。これはね、今回はさすがにね、リディアさん連れて行きましょう。なぜかというと、まあ、いろいろあるでね。あら？あら？あ、合ってるじゃない。ここで合ってんだ。あ、違った、こっちだ。やっぱ間違えてたんだね。ちょっとね、リディアさんを連れていこうと思います。よいしょ。ただリリアさん連れて行っても役立つかどうかが微妙ですけどね。出ていくのはこっちだっけ。あ、こっちだね。さあ、メルセルに会うんですが、お、ブルニョリフ、あ、今会話が成り立たないんですね。さあ、これでどんな感じなのかな。はい、で、また閉まっちゃうんかな。
閉まっちゃってるね。よし、えいで引いて、いや、開けなくてもいいのかな。こっから飛べたよね。さあ、一度、あ、なんかいろいろいけるところ、リバーウッドにもなんかあるんだ。あ、これもやらないといけない。いっぱいやること山積だ。すごいよね。さて、はいと。で、ドラゴンズリーチで怪獣ができるかな。怪獣して終わりましょうか、このパートね。さあ、スカイリムこれクエスト拾っていったらまだまだかかるね。300で終わらないよね。大丈夫なんでしょうかね。よっこいしょ。まあまあ結構私自身は面白くなってきてるんでいいかなとは思うんですが。え、怪獣、あ、何もできないね。売っちゃわないと。貢献させないと。あの方は？あら、いない。あの方の判断をどうこう言えるわけがない。あらららら、いないね。市長と戦えとは言っていない。彼の目を開いてくれ。はあ、いないね。ちょっと。さあ、まだまだクエストはね、たんまり山ほど転がってるでね。で、ちょっとリディアさんにも声をかけないといけないね。きっと私忘れるでしょうから、先に声をかけて、打って声かけて終わるというような感じまで持っていきましょうかね。ローディング長いよね。本当にね。さあ。人と話すとクエスト増えちゃうかね。さあ、でまずここに入ってザッカ打っていきましょう。ああ、間違えちゃった。アルカディアのオーガも入っちゃった。あー、じゃあまあ売りますか。薬、あ、売れたよね。よいしょ。はい。気分はどう？また病気ってそんなこと言うからね。あ、それじゃあ錬金術師さん。薬、あ、でもあれだね、薬売るもんがないよね。まあ休息の薬はいらないか。今私ヒーリングだけで十分回復すんでね。回復の薬もそんないらないね、ベラボーにはね。あれだもんね、治療薬が必要だ。どうしよう。あ、作りたいけどちょっと時間がないね。さあ、次はお隣に入って、よし、入りたかったのはこっちに入りたかったんだよね。ベレゾア雑貨ね、店ね、ここに入りたかったんですよね。さて、おーっと、あなた誰？はい、何でも売るぞ。どうぞどうぞ。サワシング、雑貨、そんな感じのものだ。売りましょう。武器、あ、多くの剣ね。あなたお金ある？あ、これだね、雷神で、ダガ炎上、あー、こんなもんかな。で、防具は盗賊ギルド売っちゃダメなんだよね。あ、じゃあ売るもんないか。あ、これだね。はい、おー、103ゴールドしか持ってません。
じゃあなんか代わりに買おうかなって。この人なんかいいのあったかな。いや何もないよね。本、ないね。ないので、いや一応売っときましょうか。じゃあこれね、いいですよ。はい、もう私3万持ってんだね。またぜひ来てくれ。で、この後は自分の家に帰りましょう。帰ってリディアさんを連れて行こうとしたところで終わりましょう。やっぱりこのホワイトラの家が一番落ち着くね、私はね。一番と言っていいぐらいみすぼらしい家なんだけど。さあリディアさん叩き起こして、まあ、叩き起こすってわけじゃないんだけどね。で、あなたにドーン、ドーンなんちゃらを持たしてね。獣士様、はい、ついてきてくれ。いいだろう。はい、じゃあね、この辺で終わっておきましょう。スカイリムも終わっておきます。どうもありがとうございました。